孫徳記念館は神奈川県小田原市海山に所在する教育施設。孫徳記念館1955年に二宮孫徳聖火跡に隣接して建設された。収容人数300人の本館、収容人数70人の宿舎、食堂を備え、一般社会教育の場として使われた。1965年には、 二宮尊徳の遺品や資料が展示された尊徳遺品陳列館も建設された。現在の記念館は1988年小田原21世紀プランの一つである二宮尊徳生館200年祭の一環として旧尊徳記念館及び尊徳遺品陳列館に変えて建設された。地下1階、地上3階建てであり尊徳の生涯、事業についての資料や遺品、 公道や宿泊施設、図書室など学習や社会教育の施設である。宿泊施設としては和室6室、全50人収容でき、食堂や浴室等の設備もあり、図書室には6300冊、損得関係の書籍は450冊ほど所蔵されている。展示室にはアニメーションやジオラマで損得の一生を再現し、彼の活躍ぶりが紹介されている。 二宮孫徳聖家、二宮孫徳が生まれ、少年時代を過ごした家屋である。彼が16歳の時に売り払われ人手に渡ったが、1957年に、孫徳記念館建設第2期事業として、孫徳記念館建設規制会が復元し、市に寄贈した。昭和38年に、神奈川県指定重要文化財に指定されている。この住宅は、寄せ胸作り、かやきで、 孫徳の祖父が分家した、漢方二年頃の建築と推定される。間取りは、広間型三間取りである。これは、土間に接して、いろりのある広間を設け、その上手は表側に座敷、裏手に寝室を設けるもので、当時の農家の間取りの典型である。江戸時代中期における、足柄平野の中流農家の住宅の典型とされている。最寄り駅は、小田急小田原線付。 水駅及び、香山駅、ありがとうございます。